はいどうも、こんにちは、島です。はい、雲中山です。はい。ではではね、もう早速、予想の方の入らせていただきたいと思います。はい、えー、今回ね、予想させていただきたいレースは、京成杯でございます。はい。中山2000メートルの、このレース。まあ、あれですね、さつき賞と同じコースを使う形になります。はい。ではね、早速、 サツキショー、サツキ場候補ですね。を選んでね、行きたいと思いますけど、その前にですね、まあ、足切りデータだけですね。今回使った足切りデータの方を紹介させていただきます。はい、えー、まずこちらですね。どうぞはい、えー、まず一つ目、えー、前奏ね、重傷10着以下ですね。あもう8等いまして、該当なしですね。はい、一番切りやすいかと思います。はい。 前走ですね。オープン特別で4着以下。えー、こちらですね。2頭、えー、馬券に絡んではいるんですけれども、まあ、これといって足球データもなかったので、今、今年はね、ジョイが拮抗してるから、まあ、バッサリこの辺ぐらいから切り落としていった方がいいかなと思い、切らせていただきました。はい。えー、あと、あとですね。えー、前走ダート。まあ、これもね、毎年のように2頭とか絡むんですけども、毎年のように2頭じゃないですね。 はい。二等、絡みがありますけれども、まあ、この辺はね、すんなり切れるデータじゃないかなと思い、切らせていただきました。はい。えー、今回はね、この三つを使わせていただきまして、はい、予想の方を入らせていただきます。はい。えー、それでは、えー、僕の本命です。はい。えー、本命は、え、七番の、ブラックバゴを上げさせていただきます。はい。えー、前奏ですね、同じコースの重賞ですね、ホープフルステークスを、 3着ですね。はい。えー、トップとですね、0.2秒差だったような形ですね。はい。まあ、とてもね、いい走りだと思いました。はい。まあ、まあ、ちょっとね、さすがにね、後ろからね、行ったのでね、やはり、勝つ切るには大変だったのかなとは思う部分もあるんですけれども、とてもね、いい足を使ってたようにも見えました。はい。 で今回ですね、調教のタイムがとても良かったです。はい。動きがとても機敏で、とてもね、高評価だなと僕はすごくね、思いました。はい。でね、今回もね、しっかり、まあ同じコースであればね、しっかり馬券も絡んでくれると、と,と思います。で、枠もね、外すぎずね、えー、まあ、もうちょっと内側ね、実際もうちょっと内側の方が良かったなとは思うんですけど、外すぎず、はい。まあ、打ちすぎずっていう。 考えてみれば、まあ、かなりプラスに取れて、えー、この馬を、まあ、間違いなく馬券を絡むと意味を込めて本命に上げさせていただきました。はい。えー、次ですね。2番手ですね。えー、5番のクルーガーを上げさせていただきます。えー、前走ですね。まあ、ステップアップレース的なの感じになるんですかね。エリカ賞2着になります。はい。こちら、阪神の2000メートルですね。 はい。まあ、2000メートルと距離に関しては全然問題なかったなと僕は思います。えー、トップとタイム、えー、のタイム差が0.1秒ですね。はい。まあ、ここについてはね、逆転できるなと思いますね。はい。まあね、ねプラス条件で言うなら、まあ、内枠のね、内枠に入れてる部分ですね。5番に入れてるっていうのはとても大きいなと思いました。はい。まあ、乗り換わりがね、今回外国の機種からね、 はい。日本ジョッキーに乗り換わるっていう部分だけが、まあ気になる部分ではあるんですけれども、まあ問題なくね、内田ジョッキーが乗ってくれるのではないかと思いました。はい。まあ、地元の地元っていうか、まあ、見放のジョッキーですからね。まあ関東は乗り慣れていらっしゃいますから、はい。大丈夫なのかと思います。はい。 そうですね。まあ、あと、あ、そうですね。あと、調教がですね。まあ、とても良かったです。多分、この馬がこのメンバーの中で最も良かったと思います。はい。動きが別格で良かったですね。一頭だけ。はい。まあ、姉妹のタイムも十分ですし、なんといってもですね、全体のタイムが良かったなと僕も思います。はい。僕もっておかしいね。僕は良かったですね。はい。<laughs> はい。まあ、そういう形で、まあ、2番手に選ばせていただきました。はい。えー、3番手ですね。1番のクラージュシティを選ばせていただきました。はい。えー、前奏トースポハイ、えー、トースポ2歳ですね。を5着ですね。はい。まあ、トップとね、タイム差0.2秒ですので、まあ、この5着に関してはね、タイム差 以上にもっとね、えーの、縮まっているような感覚だと僕は思います。はい。だからか、まあ、いつでもね、入れ替わるようなタイムだと思いますので、十分だと思います。で、今回、最内枠を引けたのがとても大きいなと思いました。はい。で、さすがにね、ハービンジャー3区そろそろ、重症ウィンナーが出てもいい頃かと思うんですけれども、なかなかね、出れない、出てないっていうのがね、まあネックにはなってくるんですけども、はい。まあ、 最初にね、重症を勝つのはこの馬なんじゃないかなと、まあ僕はちょっと期待はしているような状態ですね。はい。まあ今回ね、最内枠に入りましたんで、まあ3番手に入れさせてもらいただきました。ただですね、上2頭に比べると、やはり調教がね、なんかちょっと緩いかな。まあ、そうですね、それまでしっかり乗ってても、えー、最終追い切りの部分がね、ちょっと軽く乗ってたんかなって思う内容で、 まあ前奏よりもやはりね、多少場体重も増えて出てくるでしょうし、はい。まあその辺あたりがね、まあ気がかりかなという部分になります。まあ遠征という部分に関してはね、前奏で遠征はもうクリアしておりますので、まあそこはね、唯一ね、問題ないかなと思うところだと思います。はい。はい。えー、次、4番手ですね。はい。えー、13番のソウルインパクトを上げさせていただきます。はい。 前走ホープフルステークス4着の馬ですね。はい。まあこちらもですね、トップとの勝ち統計タイム差が0.2秒差しかない馬です。はい。やはり、えー、この馬は僕選んだのはね、ちょっと枠が外だったので、まあ敬遠しようかなとはちょっと思ったんですけども、やはり選んどかなきゃいけない一頭だなと思いました。はい。まあなんて言ってもね、この安定してる成績ですね。はい。 いや、まあ、え、もういもうすでにですね、もう5走走ってるんですけどね、全部掲示板に残っていますからね、はい。えー、前々そのね、トースポ2歳も実際3着の馬でしたからね、はい。やっぱ実力はやはりある馬だと僕は思いますね。この3歳のですね、連中見てるとやはりこれだけね、実績をしっかり残せているので、まあ一発でね、ここで勝ってもおかしくない。 メンバーの一人だと思いますね。ただね、ちょっとね、外に入ってしまったのがね、マイナスポイントかと思います。はい。で、まあ状況についてはですね、まあ僕的にはもう、可もなく、不可もなくみたいな内容でした。実際。はい。うーん まあ、それ、っていう、まあ、印象がそのぐらい強かったっていう感じですね。もう、そのぐらいの印象しかなかったっていう部分ですね。はい。まあ、実際、本当に、もう、タイム的には、うん、まあ、僕的にはちょっと、もうちょっと早い、もうちょっとね、ラスト1、ハロンを、もうちょっとなんとかできたんじゃないのかなと思う部分もあるんですけど、まあ、馬の調子とかもあるんで、まあ、仕方ないかなと思います。はい。ただね、出来はね、えー、しっかりできてると僕は思いますので、はい。ここでもね、十分。 えー、上位に食い込んでくると思います。はい。はい。えー、じゃあね、これで、あのー、4等の予想の方を上げさせていただきまして、次ですね、解明になります。はい。えー、今回ですね、3連服の1等軸で買わせていただこうかなと思います。はい。7番のブラックバゴを軸にしまして、えー、1番、5番、13番。で、えー、3着の方にですね、 1>, えー、1番、5番、8番、13番、17番を買わせていただきます。はい。えー、2点増やしただけですね。はい。えー、いくらだちょっとまだ計算しないですけども、点数の方は。はい。まあ、これだけ買わせていこうかなと思います。はい。えー、追加でね、買う予定のね、8番のタケル・ラムセス。はい。まあ、唯一のね、無敗場っていう部分ですね。で、前奏ですね。 はい。同じ距離のね、500万下のレースをね、勝ってますんで、まあ、ここでもね、ハマればしっかりね、勝ちきれるんじゃないかなと思います。はい。まあ、化ける可能性はこの馬が一番高いのかなと、ね、思うような形ですね。まあ、人気もそんなにしないだろうですから、はい。まあ、来たらね、結構美味しいんじゃないかなと思います。はい。 で、最後にですね、17番のベルーフですね。本当はね、一番人気とかに押されるべき馬だとは思うんですけども、大外枠に入ってしまいましたね。はい。まあ、僕もね、出たら、出るのは分かってたので、もう内枠に入ったら、まあ、本命ないし、まあ、印も重い印をつけようかなとは思ってたんですけども、まあ、この状態じゃさすがにですね、 大外枠引いてしまったの場合は、さすがに印もちょっと打ちにくいなと思い、まあ遠慮させてもらって、まあ馬券の方だけ購入させていただこうかなと思いました。はい。はい。えー、まあこういった形で、まあ、予想の方は終わりにさせていただきます。はい。えー、今回ですね、えー、重賞2レースですね、慶成杯と日経新春杯ですね、の方をもう一個、えー 予想させていただきますので、まだ、あ、よかったらね、そちらの方も聞いてください。はい。え、長々聞いていただき、ありがとうございます。参考にしていただけたら幸いです。ありがとうございました。